よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。今日で2022年10月、あ、10月じゃない。また間違えた。昨日もなんか10月って言ったよね。3月だ。3月の、20日か、20日の日曜日、3連休2日目ですね。はい、ここは長野県松本市、快活クラブ松本南店ですね。はい、じゃあ出発します。はい、エンジンをかける嫌がらせです。嫌がらせってのは上手です。山さんの真似しただけです。はーい、それでます。これ入るときね、これもうね、端っこの方なんですよね。駐車の、なんていうのかな、こう入りづらいかったから、なんかちょっと曲がって入れちゃったかなと思ってるので、降りてみたらね、普通に正常にね、止まってました。全然問題なかった。はい、じゃあ出ましょうね。
場所だから眠れないってわけでもないんだけど、いつも歌舞伎町の快活によく泊まるんで、週末一丁目で飲んだ後でもいつもぐっすり眠れるんで、ラーメン屋の
岩倉証券センターの車で途中で。嫌がらせ注射だと思うんですけど、家の前に岩倉市保健センターの車が止まってます。ナンバーは終わり小牧木の2ですか、リンゴの2ですか、木違いの木って言えばよかったのね。ライト照らしてますからね。これ嫌がらせ注射です。これ嫌がらせですか。いや、そいつも出なかったです。なんか女の人かわいそうだよね。